イギリス国鉄315系電車は1980年から1981年にかけて製造されたイギリス国鉄の近距離用電車。同じイギリス国鉄の313型、314型、507型、508型とともにアルミ製車体の1972年デザインと呼ばれる 近距離用電車の一形式で先に製造された314型と同じく交流化線式25000ボルト電化区間専用車である。グレートイースタン本線のロンドン近郊区間田で使用されていた306系電車の置き換え用に4両ユニット61編成が製造された。モーター付き両戦闘車とパンタグラフ付き中間付随車2 付随者を加えた4両1ユニットの構成となっている。一等室の設定はなく、また近距離用のためトイレもない。編成定員は318名である。通常は1ユニット4両2ユニット8両で運用されているが、3ユニット12両での運用実績もある。モーターは各、ダムソに4台ずつ搭載されており。 315,801から315,841はブラッシュ TM61 から53を、315,842から315,861は GECG310AG を搭載している。また、コンプレッサーは各ダムソニ、ソニはバッテリーとその充電器および変圧器、真空遮断器が搭載されている。ドアエンジンは、 当初空気圧式のものが搭載されていたが、現在はすべて電気式に置き換えられている。車両回収プログラムは2004年の半ばより、ボンバルディアにより行われた。座席は元の背もたれの低い3プラスに配置のままとしたため、定員の変更はなかったが、初期に回収された一部編成は全面ライト配置等の変更が行われている。民営化後。 2004年4月1日まで、グレートイースタン本線と関連支線のフランチャイズ分として、815,801から815,845が、ファーストグレートイースタンにリースされ、ウェストアングリア本線と関連支線のフランチャイズ分として、815,846から815,861が、ウェストアングリアグレートノーザンへリースされていた。 2004年4月1日、フランチャイズの再編により、315型は全編成が、グレーターアングリアのフランチャイズ分として、ナショナルエクスプレスグループのワンへ、運営会社の変更により、2012年2月以降は、アベリオ系列のグレーターアングリア向けに、リースされている。運行区間は、以下の通り、グレートイースタン本線と関連支線、限定運用で、サウスエンド、 ビクトリアまで入選するほか、ダイソーでシェンフィールド以北へ入選する場合がある。ウェストアングリア本線と関連支線、ダイソー等でチェサント以北へ入選する場合がある。当初、 グレートイースタン本線と関連支線に815,801から815,843が、ウェストアングリア本線と関連支線分として315,844から315,861がそれぞれ、充当されていたが、現在では混用されている。2020年に実施される障害者差別、禁止法による規制を満たすため、 内装のリニューアルが予定されている。また、カーディフ近郊区間の電化に伴い、グレーターアングリア管内から若干数が転出する予定となっている。一家のご編成にネーミングが行われている。ありがとうございます。